はいどうも皆様こんにちはカブくんでございますあのこれからですね僕あのベルギーであのフィギュアスケートをですねえ子どもたちに教えたりとかあと自分自身がねあのトレーニングを本格的にねあの開始することになったのであの今日もあの視聴者交流会とあと他の動画も少しアドリブで撮りましたはいでえー今回もこれはまだ白いボードになっていてえま今日もかなり忙しかったっていうのがあってえ頭の中でねえ何をえするべきかっていう風には こう考えては来たんですけども、まあのアドリブでちょっとこれからは動画を撮ることになりますので、ちょっとねまとめられなかったら申し訳ないんですけども、ちょっとあのその点をご了承いただきながらですね、ちょっと僕なりに頑張って解説していきたいと思います。はい、そうなんですよね。だからちょっとね忙しくなっちゃうので、あのうん。 えっとですねあの今日お話しする内容はハニー、羽生結弦選手の,ねあのまあ今シーズンも、今シーズンってもう7月からねシーズンが始まるということで、夏だからね、なんかあのちょっと不思議な感じがしますよね。だけど、なんかもう今シーズン始まって、グランプリシリーズは NHK 杯から、NHK 杯第4戦から、そしてロシア大会という流れですね。その後にグランプリファイナルは大阪で,で 全日本選手権でとといいう流れになるかと思いますで羽生選手は NHK 杯から出るということで、えー、そこで4回転アクセルの調整になるかどうかあ,とあるいはまあそのチャレンジャーカップ、うん、チャャレンジャーシリーズか例えばオータムクラシックとかね、えーまあ、あるいはジャパンオープンとかもありますよねとかねそういった大会に出る可能性もありますので、えー、まあそういったことは置いときまして今回羽生選手が4回転アクセルを入れるとすればどこに えどこの、えー、まあ場面まあそんな試合じゃなくて、えー、プログラム中にどこに四回転アクセルを入れるのかまあこれを、ね、これを僕なりにお話ししていきたいと思いますはいあのまず四回転アクセルっていうのは四回転半 ねえー、回転するというジャンプで、えー、その回転数は他の4回転よりは半回転多いというだけではなくて、まあ、アクセルジャンプという特質上ねこれかなり難しいともうこのアクセルっていうだけで、まあ、他の種類のジャンプより飛び方がもう全,部全然違うので、まあ、かなり特別なジャンプということはもう歌舞テレビの方で以前もからお話ししているんですけども今日はこの4回転アクセル羽生選手が、まあ、もしかするとパイオニアになるかもしれないという、ね、ジャンプですからね、まあ、あの誰が一番最初に この4回転アクセルを世界で初めて決めることができるかっていう意味で非常にま大きい意味があるわけですね、まあ、羽生選手としても自分のこだわりでもありまあ、一番最初に自分が飛びたいという気持ちはすごい強いと思うんですよねロシアの選手はアメリカのネイサンチームを4回転アクセルをチャレンジしている練習動画がありましたなのでそういった意味でまああの近い所で4回転アクセルをやっぱ決めてくると思うんですよねでも一番最初に決めるっていうことがやっぱこうギネスブックに載ったりとか あのまあ、非常にこう大きな意味があると思うんですね。なので羽生選手としても、まあ、図が比でもね4回転アクセルを決めたいという気持ちは非常に強いと思います。であの、まあ、やっぱり試合で決めたいという気持ちが強いと思うんでじゃあ誰がどこで。 あの4回転アクセルを一番最初にあの決めるのか、まあ、それをやっぱりね、あの羽生君としては、あのもし、えー、今,の,今の,この7月の段階で、えー、4回転アクセルが一本でもこう決まっていた場合ね、練習の中でね、そしたらもう、あのなるべくこう早いうちに決めたいわけですよ。と、うんはい、いうことは、あのこうシーズンがこう始まります、えー、グランプリシリーズが始まりますけど、まあ、いろんな大,大会がある中に、あの よ,よりね、前半の試合に出たいっていう気持ちがあるわけですね。例えばだから、えー、違うな、ちょっと絵を変えて書くと,、えーっとですち、ちょっとお待ちくださいね。うん、こうやってこう、これシーズンのこれ軸がこうありまして、これがまあ時間軸、こうやってこう流れていくんですけど、まあ、この 例えば前半の方にチャレンジャーシリーズっていうのがありますよね。ネーベルホルンハイとかオータムクラシックとかこうあると思うんですよね。で、こういったその前半の試合、そして後半は世界選手権、こう世界でこうグランプリシリーズ、えー、全日本選手権のこの辺ですね。はい、真ん中あたりですね。はい で羽生選手はこの中で NHK 杯と、えー、ロシア大会に出場するというわけですね。はい、だけどあの、国際大会で成功をする、まあ、4回転アクセルをあのギネスに乗るためにはこちらの,この、えー、ネーベルホルンハイとかオータムクラシックとかこの前半の大会で成功させてもですねあの4回転アクセル認定がもらえればギネスに乗ることができるんですよね。ということはより早い段、早いあの そうですね、前半の方で羽生選手は、えー、まあ出場した方が、まあ、4回転アクセルをギネスに乗るという意味ではいいわけですよね、うん。例えば4回転アクセルが羽生選手できている状態なのにもかかわらず、えー、まあ あのここだけグランプリシリーズだけ出場し,たしてするとです、ね、例えばここの大会で他にも4回転アクセルを挑戦、まあえー、している人がいるとしましょうそうすると先にここで4回転アクセルを決められてしまうという可能性がやっぱりあると思うんですねなので,なのであの少なからず少し焦りっていうのはあるかなと僕は思うんですね、はいまあ、だけどまあ可能性としてはあの4回転アクセルを他にチャレンジしている人とあのそれから成功あのまあしているようなそういったその、まあ、もしかして 作戦ではあの裏では、えー、4回転アクセルを成功させている、えー、あの練習の中でやさせている人もいるかもしれませんが今のところ、ねえー、そういった情報ってない,ないと思います。はい、なので、えーまあ、だけどそういった意味であ安心材料というか、まあ、あの不安はそんなにな,ないんですけどでも羽生選手としては、まあ、あのなるべく、ねえー、早いあのシーズンの大会の中で、えー、早い 大会に出場したいっていいいとう気持ちは僕強いと思いますもし4回転アクセルを決めていた場合は、ね、練習でね。はいうん、だからあのそういった意味でもし羽生選手は4回転アクセルをあの今の段階で決めているとすると今 NHK 杯第4戦ですねと第6戦のロシア大会ですねこれが決まっているということなんですけどもこれより前にあるチャレンジャーシリーズ というのがありますが、そこに出場したいというふうに思うと僕は思うんですね。オータムクラシックとかね。はい、でそこで、4回転アクセルをバンとこう決めて、まずこの,この枠で、ね、ここで、はい、4回転アクセルはあのもう決めました。だからこのグランプリシリーズが始まる前までに、もうギ,ネスギネス獲得と、うん。はい。ギネス。はい、ここでね。 ギネス獲得。そうだから、僕の羽生選手の,そのまあシーズンの進め方としてはあの、まああ、今日なんか話変えてますね。シーズンの進め方に変わってますけども、あのまあそれでもいいか、あの4回転アクセルをどこにプログラムに入れるかっていうのは次のお話に回すとして、今日結構先にこっちの方がいいですね。えー、この線でグリッった時にですね。えー まあ、あのもちろんですよチャレンジャーシリーズが開かれた場合ですからね新型コロナがどうのこうっていうのがなくて、えーまあ、そういったことがあったとしてもね、えーまあ、新型コロナ禍であのいろいろあるとは思うんですが、まあ、それでも開かれた場合ですよ、うんあのはい、その場合は、まあ、ちゃんとこうこ,こでね、えー、このシーズンの前半で4回転アクセルを決めて気持ちの中ではよっしゃギ、ギネスを獲得したという状態で、えー、グランプリシリーズを迎えた方が楽になるわけですね。はい、ってい僕は思うんですよ 僕がもし、羽生選手だった場合はね、場合は、はい。で、もしですよ、ここで4回転アクセルを決めた場合、あのギネスとしては、もう次4回転アクセルを挑戦する必要ってないんですよね。もちろんね、あの4回転アクセルを北京オリンピックでやりたいっていう、こう,こう北京五輪だとしましょうね、こう北京オリンピック、はい。北京五輪でやりたいと思っていると、それについては分かりません。 あのこれも1つ皆様にお話ししたいんですけれども、羽生選手が4回転アクセル、これを成功させたいっていうのは、あのそれは知ってますが、ただ、それはあの北京オリンピックでやりたいのか、それとも他のグランプリシリーズとかオータムクラシックとか、他の大会で成功させた,させたいのか、まあ、それはどっちも成功させたいとは思いますけれども、だけどあの、北京で絶対になりたいかどうかっていうのは、これは僕、ちょっと分からないですね。うん えもしかしたらあのーシーズン前半の方で4回転アクセルが決まっていた場合決まってもなかなかこう点数が出なかった場合カジを切ってえオリンピックのこう金メダルですね金メダルっていうところにカジを切ってえ4回転アクセルをあのまあ例えば決めたとしても点数がなかなか出なかったりした場合はえまああのオリンピックでこう金メダルを取るような作戦に、あのー これ以降ですねこれ以降変えてくるという可能性もあるわけですね。いろんなシナリオは考えられます、はい。だから今日1日では話し尽くせないんですけども、はい、羽生選手のシーズンの、えー、と進み方についてはね。はい、だからあの羽生選手の,あの今の状態、4回転アクセルということを軸に考えると、えー、もし今決まっていた場合はなるべく早い、早いもう本当に早ければ早いほどいいですね。えー、早い 段階であの早いこうギネスが認定される国際 isu がこう isu 公認の大会で4回転アクセルを挑戦したいと思います。早くギネスを取っておいて、先に早くギネスを取っておいて、そして、えー、シリーズンに進むっていう方がまあ,あの気持ちとしては楽ですよね。1回4回転アクセルを決めてギネスを取った。俺が最初に俺が最初にギネスを取ったっていう気持ちでね。あのグランプリシリーズを読む方がまあ、ぶっちゃけ楽ですからね。 なので、そういった気持ちでですね、まあ、あのグランプリーシリーズを行って、えー、で、まあ、いろいろこう4回転アクセルがあの決まった状態でこう、プロトコル表ですね、あのプロトコルじゃなくて、えー、いいのか、プロトコルで、あのジャッジの,この点数、4回転アクセル、他のジャンプですね、4回転ループとか、うん、そういったそのあの他のジャンプとの,あのバランスですよね。 例えば4回転アクセルはギネスは取ったけどでもやっぱりこうまあ体力、スタミナの配分で4回転アクセルは成功したけど他のジャンプが失敗するという可能性もありますよね。そういったことも考えて、うん、やっぱり4回転アクセル1本に集中するのはいいけれどもだけど4回転アクセルを入れると結構ね足にガタガタちゃって他の僕が得意な4回転サルコーとかト,ルトーループとかそういったものがなかなかできないな、うん、でも僕はもう4回転アクセルのギネスを持ったからそっか4回転アクセルにこだわらなくてもいいの とかじゃあ、カジオを切って4回転アクセル、グランプリシリーズはやめて、えー、もうあのあの例えばの話ですよ、あの他のジャンプ、自分が得意なジャンプ、GOE が上がる、えー、トータルパッケージですね、そこで、まあ、あのグ,ランプリグランプリシリーズ様子を見てねあ、これの方がいい、じゃあ,あの、北京はやっぱり金メダルを目指していこうと、まあ、要はもう4回転アクセル、ギネスを持っている状態ですからね。はい、で、えー、っとあのもう 金メダルを取るもう4回転アンクセにこだわらない状態で金メダルを狙いに行くみたいな、まあ、そういった状態もできる。 とは僕は僕思うんですよでも、これは羽生選手が北京で4回転アクセルにこだわっていないということが前提です、はい、もしかしたら羽生選手は何が絶対に北京あのオリンピックという舞台で4回転アクセルを挑戦したいというふうに思っていることも可能,可能性としては全然ありえますので、まあ、羽生選手がどのように思っているのかということも考えられますね。のギネスだけ取れれればいいいののかかそれともオリンピックで挑戦したいのか えー、そういった中で、まあ、一番最初の試合これはねもう極めて重要です、はいまあ。あと考えられることとしてはなかなか練習で4回転アクセルが決まらなくて4回転アクセルは今シーズンはやめようと。 ね、あのこの前僕は羽生選手とあの運命曲線が運命前線が通過っていうお話をしたんですけども、あのそこであのねなかなか7月8月ですよね6月あ7月8月ですね、えー、この夏の間ですねやっぱり4回転アクセルをたくさん練習することができるわけですよねで。4回転アクセルって結構やっぱリスクがあります怪我をするリスクがあります足を痛めてしまうリスクがありますシーズンがあの始まってから足を痛めてしまったら結構やっぱりこのシーズン棒に振るっちゃうっていう可能性もあるわけです。 ですね、つまり、4回転アクセルを体得、体得ですよ、体得ね、うん、体得ね体で習得するため体得するためにはシーズンの後半よりもシーズンの前半の方がいいわけですね。ってことは体得、えー、体得。 まあ今そういったことに入り込まれていると思いますけども、やっぱり体得する中で、ですねやっぱりどうしてもこう怪我とかね足を痛めてしまうリスクがあるわけですね。なので、そうなったとしても、仮にですね練習中に体を痛めたとしても、ですねやっぱ前半ですよね、後半に痛めてしまうと、全部棒に振るっちゃうということもありますからね。だから、なるべくこの夏の期間、7月、8月にこう4回転アクセルを体得して、え、ー まあ、その後はまあとはプログラムの練習に集中したりとかっていうこともできますからね。はい、なので、えー、まあそういったこともいろいろこの前お話ししましたけれども、まあ、このようなシナリオっていうのは僕はちょっと考えてみました、ちょっとアドリブで話しちゃったんで、えー、伝わってないかもしれませんけどもね、うんはい、そうですね、だからどこに4回転アクセル、まずあの一番大事なのは、羽生選手が今この状態、今本当にこの状態、この今の状態。 近況,ですね、近況、あの4回転アクセルがどうなっているのか、えー、そして、えーまあ、羽生選手が、えー、ギネスを,を取りたい、だからつまりギネス要はですは、ね、一番最初に4回転アクセルを成功させたいと思っているのか、そしてさらに北京コインも4回転アクセルをやりたいと思っているのか、オリンピックで4回転アクセルをやるというのも、これも初めてのことだ,だと思うので、まあ、そこも含めてこうどうのような、あのまあ、えー そうですね、シーズンを歩んでいくのかもう本当にもうもうねやばいですよ。うん キラリを入れて僕はここからね、えー、ネタが溜まってきましたからね、もう嫌いを入れて解説していきたいと思います。はいということで、ちょっとあの本当はね、あの羽生選手のこうプログラム、4回転ルッツとかフリップとかいろいろあれそのプログラムがある中で、まあ、ど,どういったプログラム4分間フリーの中で、どこで4回転アクセルを入れるかっていう話に持っていきたかったんですけど、ちょっと今日はね、あのー、終わりにして、あの明日以降お話できたらと思います。はい、ということで、皆様、ちょっと分かりづらかったら申し訳なかったんですが、今日はあのもしね、あのー あともっとなんか最新情報とかありましたら、もっと分かりやすいようにお話できるように、えー、していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではね今日は、えー、羽生結弦選手の、えー、まあ、結局ですねシーズンの進め方はこうなるかあのどのように進んでいくのかっていうシナリオをちょっと考えてみました、えー。最後までご清聴していただきましてありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。